皆さんおはようございますただいまから礼拝を始めますはじめに奏楽をしていただきますので黙祷いたしましょう 詩篇133ペ1節から3節見よ兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ何という楽しさであろうそれは頭の上に注がれた尊い油のようだそれはひげにアロンのひげに流れてその衣の襟にまで流れ滴るそれはまたシオンの山々に降りる ヘルモンの梅雨にも似ている主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであるではご一緒に賛美をいたしましょう賛美歌23番来る朝ごとにをご一緒にお歌いし主を褒めた,たえましょう ご一緒に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈り天にまします我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国をきたらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ 我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりアーメン。続いて使徒信条をご一緒に告白いたします。 徒信条我は天地の作り主全能の父なる神を信ず我はその一人語我らの主イエス・キリストを信ず主は精霊によりて宿り乙女・マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り 3日目に死人のうちより蘇より天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりかしこより来たいて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん我は精霊を信ず聖なる行動の境界生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ずアーメン。 ではお祈りいたします愛する天のお父様あなたの尊い身をあがめて賛美いたしますあなたの恵みをいただきすぐる1週間もこう過ごさせていただいたことを覚え感謝いたしますあなたは朝ごとに新しい恵みを私たちに与えてくださり日々の糧を備えてくださる愛なるお方やることを心から賛美いたします 主よどうぞあなたの皆が高らかにあがめられますようにまた私たちこうしてあなたからの愛をいただいて日々過ごしておりますこの感謝をもって今この礼拝をお下げいたしますまた賛美をもってあなたをあがめますどうぞ主よこの礼拝も初めから終わりまで主ご自身がこの中心にお立ち下さり私たちの下げる礼拝を通して皆をあがめさせてください主よどうぞ 私たち一人一人にあなたをもっとはっきり見ることを得させてください。そして、より深い交わりを与えてくださいますように、そしてあなたの愛の大きさを、広さをもっと深く知ることができますように、どうぞ精霊様が今、私たち一人一人を顧みてくださいますように、お願いいたします。どうぞ今、病の中にある方々、格別を覚えます。どうぞお一人お一人にあなたの癒しが与えられますように。 どうぞ一日も早くすっかりと癒しが与えられ力が与えられますようにまた試,みの中にある方試練の中にある方をどうぞあなたが覚えてくださいあなたは試練と,とともに脱出の道も備えてくださるお方であることを私たちは知っていますどうぞあなたの驚くべき見業によってその道を開き最善の本当に平安な道を歩むことを得させてください主よ どうぞこの全地の講壇を祝福し、今、えー、世界中で持たれている礼拝を、あなたが祝福してください。兄弟姉妹お一人お一人が、誠の神様であるあなたをより深く知ることができますように。また、まだあなたを知らない方々がこの地にたくさんあります。どうぞそれらの方も一日も早く、イエス様を知ることができますように。イエス様こそ私たちの救い主であるお方、誠の神様であることを知ることができますように。 主がどうぞ憐れんでくださいこれからの時一切を見てにだね尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンはい、では聖書を拝読いたします <laughs> え本日の聖書歌所は「ペテロの手紙第2」1章12節から19節ペテロの手紙第2 一章十二節から十九節になります。はい。が拝読いたします。ですから、すでにこれらのことを知っており。 現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り 私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからですまた私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は務めたいのです私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨とを知らせましたがそれはうまく考え出した作り話に従ったのではありません この私たちはキリストの遺構の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で、主イエスと共にいたので天からかかったこの御声を 自分自身で聞いたのですまた私たちはさらに確かな預言者の御言葉を持っています夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を止めていると良いのですはい、以上です でみことばを取り継がせていただきます。 お祈りいたします天の父様あなたの皆をあがめますあなたは私たちを愛してくださりこのところに招いてくださりそして今御言葉を与えてくださることを感謝いたしますどうぞ今日あなたが与えてくださる御言葉を私たちの心の内に宿らせてください聖霊様が私たちの霊の目を開き霊の耳を開き私たちを導いてくださいどうぞしよう。この下辺をどうぞ憐れんで 十字架の陰に隠してくださりご自身の栄光を表してくださいますようにどうぞこの時あなたがすべてとなって私たち一人一人が主を見ることを得させてくださいこれからの時見てに委ねイエス様の皆によってお祈りいたしますあめ、はいえー、今日は「えー、使との使命」というテーマが取ります使との使命ですね、えー 使徒ペテロがこの手紙を書いたんですけれども、えー、この手紙今ずっと読ませていただいております、えー、先ほど読ませていただいたところで少し分かったかと思いますがこのペテロこの第二の手紙を書いている時なんですがこの世の生涯もう自分のこの世での生涯が終わろうとしていることそのことを知って ここの手紙を書いていいてるということうかります。そしてやはりあの人間はねいよいよお別れの時が近づいたっていう時は本当に大事なことを伝えようとしますその生涯の終わりに際してベテルは信徒たちが偽りの情報に惑わされることがないようにそして正しい信仰をいつも いつまでも持っていてほしい、そう願って、この手紙を書いているんだなということが分かります。今日は私たちも、このペテロの思いをね、しっかりと受け取りましょう。そして、信仰を固く持つとともにですね、私たちもペテロと同じように、キリストの弟子として、なすべき働きを全うしていきたいと願っております。今私たちがなすべきこと それをしっかりとね、行っていきたいと思っております。では聖書もう一度お読みします。ペテロの手紙第二。一章十二節から十五節をまずお読みいたします。ですから、すでにこれらのことを知っており。現に持っている真理に堅く立っているあなた方であるとはいえ。 私はいつもここれらのことを、あなたが地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。 また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は務めたいのですはいここまでですペテロはこの信徒たちに手紙を書いているんですけどもこの信徒たちに対して、えー、この地上での生活においていつも神様から恵みをいただいて イエス・キリストのに姿にまで成長してほしいと願っていましたただ救われておしまい福音を信じておしまいいでではないんですねそして、えー、救われた後まだまだね神様はあなた方に素晴らしい恵みを用意しておられますよそれを受け取ってほしいイエスキリストのに姿までみんな成長してほしい人間の子供が生まれてはいそれでおしまいではないです 人間の子供を生まれてから日々たくさんの恵みをいただいて成長していきます立派な大人へと成長していきますそのように神様の子供になったあなた方も父なる神様から天のお父様からたくさんの恵みをいただいて成長してほしいと願っていたわけですそしてペテロがこの手紙を書いた信徒たちなんですけども 神様がこの世でたくさんの恵みを与えてくださることをちゃんと知っています。そして、いつもイエス様を主と仰いでイエス様に従った生活をしていたようですね。非常に良い信徒です。しかし、ペテロはそのような立派な信徒たちに対しても常に大切な真理を思い起こして、 困難な時がやってきても奮い立って信仰に励むことができるように繰り返し大切な真理を語りましたおそらくあのそんなことも前に聞いたことあるよそんなことをねペテロは語ったかもしれませんしかしそれだけ繰り返し繰り返し語るのは 大切なことだから決して忘れてはならないから繰り返し繰り返し語られるわけです現代の私たちもこうして礼拝で御言葉を与えていただいてます中にはねこの話前にも聞いたことあるよって思うような話が出るかもしれませんもうこの先生いつもこの話なのかね どの聖書箇所から話しても最後ここばっかり来るなとかね思うかもしれません。しかし聖書を通して語られる真理それは何度も何度も繰り返しこうして教えられあらゆる角度から教えられそしてやっとやっと自分の身になっていくそして困難な時にこそそして繰り返し繰り返し語られたその御言葉が 私たちちのうちで役に立ってくるわけですねですので繰り返し繰り返し語られること、えー、前にもこの話聞いたことあるよということは出てきてもあ大切なことなんだなと思ってねあのしっかりとまた心に留めていただければと思いますペテロもそのようにして大切な真理を繰り返し繰り返し語っていたもうすでにちゃんとできている信徒にも繰り返し話していたということがわかります 本当に私たちもイエス様を信じる信仰によって救われた、そして救いに預かった人は神様の子供になるということ、いつも思い起こしていなければなりません。そうしないと、悪魔は私たちの行い、それで欠けているところを見つけます。何か失敗したとき、神様の御心を痛めるような、そのような罪を犯してしまった。 過ちを犯してしてまったそんな時に悪魔はすぐにつけ込んできます。私はダメだ人間だ。私は神様の子供ではない。そのように私たちの心の内に話しかけます。もう何度も言いますがね悪魔は決して「お前は」とは言いませんからね「私は」って言ってきますからね。私たちの心の心中に 私は自分はダメな人間だ自分は罪人だというふうに語りかけます悪魔は自分の姿を隠しますそして私たち自身の言葉だと思わせて私たちを誘惑するわけですねそのようにして私たちを非難し続けますキリストの愛から引き離そうとしますですからペテロは当時の信徒たちが いつも真理に固く立って誘惑に陥ることがないようにペテロが地上の幕屋にいる間これはつまり肉体を持って生きている間という意味ですねまだこの世で肉体を持って生きている間その間に信徒たちがいつも真理の約束を思い起こすことができるように 励まして導いていくことこそ自分の使使徒ととししてての使命であると考えていましたどうしても私たちはね使徒ペテロとかパウロとかね、えー、そして他の使徒たちの働きを考える時伝道すること全世界に出ていって福音を述べ伝えることそのイメージがとても強いかもしれません。 しかしこのところを見るとペテロは決して復員を伝えそして、えー、人々はイエス様を信じて救われたそれでおしまいではないんだということいつも復員を真理の御言葉を思い起こすことができるように彼らを教えることそれが使徒としての使命なんだなということを自覚しそして行動していたんだなということが分かります。これは イエス様がペ,ペテロに最後にね最後に命じられましたね復活のイエス様に出会ったペテロそのペテロにイエス様はねあなたは私を愛するかと3度尋ねられましたそしてその度にイエス様は私の羊を飼いなさい私の羊を養いなさいとそのように命じられましたけどもペテロは そのイエス様が命じられたことを本当に心に留めて使徒として働き続けたんだなということは分かりますねイエス様の羊イエス様を信じた愛する兄弟姉妹を養うのだ世話をするのだ主であるイエス様のもとにいつもいることができるように導くのだとそのようにペテロが働いていたことがよくわかります ペテロはそのようにして自分の残された残された時間を精一杯使って次の世代の弟子たちが御言葉に固く立って成長できるように真理を繰り返し伝えたいと願っていたわけですペテロはもうこの世の生涯は短いそう言いますけれどもこれ私たちもよく言います 先が短いからってよく言っちゃうんですけどもペテロの場合は全く違いますね私たちはただ年取ってきたからとか体が弱ってきたからとかそれでもう先はないわって思うんですがペテロはイエス様から直接言われてますもうあなたのこの世の生涯は長くないよこの地上の幕屋を離れる時が近づいているよということを教えられています だからこそ残された時間を誰よりも大切に誰よりも有効に使おうとしていたわけです一生懸命この御言葉を語ろうとしたんですね自分がこの世を去った後なお信徒たちが真理の約束を思い起こすことができるように手紙という形をとったわけです 手紙という形で御言葉を真理の約束を伝えようとしたわけですねペテロは今できる精一杯の方法を使いましたそして彼らをなんとか支えようとしたわけですこのペテロの手紙なんですけれども第1と第2では文体がかなり違うと言われています翻訳されると全くわかりませんけれども聖書を研究している人たちは この第一の手紙と第二の手紙ではかなり文体が違うので第二の手紙はペテロが著者でないのではないかと思うぐらいで違っているというふうに言われますいろんな理由は考えられます第一の手紙はシルワノにこういう内容を書いてほしいと伝えてそしてそれをシルワノが書いただから第二の手紙はペテロ自身が書いたんじゃないかそこで差が出るんじゃないか そんなことも、ね、言われていま,すまたあのこうしてペテロのこの世の生涯がいよいよ終わろうとしていることを考えると年齢的なこと体力的なことそんなことでもね手紙書くの困難だったかもしれませんね目も弱ってたかもしれませんそんな中でも手紙を書こうとするどれだけペテロがこの世で 最後できることを愛する兄弟姉妹たちに次の世代の弟子たちに伝えようとしていたかそして自分がいなくなった後もしっかりとイエス・キリストに結びついていてほしい困難があっても奮い立ってほしいそう願っていたのかということがこの御言葉からよく伝わってきますこのようなペテロが 自分の生涯の終わりに際しても兄弟姉妹を愛し続けたこの姿これはイエス様が最後の晩餐の時その時にも愛を注ぎ続けてくださった弟子たちに愛を注ぎ出してくださったその姿をペテロは知っていたからですよね。 ペテロはそのようにイエス様から受けた愛を決して忘れることなくイエス様から受けた命令を決して忘れることなくその模範に従って信、えー、徒たちを愛し励まし支えようとしていたわけです16節から19節拝読いたします 16節はい、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたがそれはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。 キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちは さらに確かな預言者の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に登るまでは、暗いところを照らす灯し火としてそれに目を留めているとよいのです。はい人たちが伝えていた福音、これはイエス・キリストを信じる信仰によって罪が許され、 永遠の命を持つようになるという素晴らしい約束ですね。何かお金を出せとかね、何か良い行いを毎日行えとか、そういうことは全くないんです。ただ、恵みにより信仰によって救われます。あなた方は気づかないうちに滅びの道を歩んでいる。作り主である神様に対して背を向けて、 罪を犯しその結果永遠の滅びに定められているけれどもそのすべての罪をイエス様が背負って十字架で死んでくださったそして墓に葬られ三日目によみがえってくださったゆえにイエス様を救い主と信じるならあなた方のすべての罪は許され永遠の命を受けます神の国に入ることはできます そのように約束されているわけですこうして素晴らしい約束あるんですがこれは何もキリスト教に限ったことではないということは皆さんよくご存知だと思います日本中世界中にいろんな宗教がありますそしてそれぞれの宗教にたくさんの信者さんいるわけですけれどもあの嫌な約束しかしていないところ つまらない約束しかしてないところに信者は来ないですねですからどのの教教ええについいいいても良良約束良い教えというのがあるわけですどこをとってもねやっぱり素晴らしい教えとありますね良いこと言ってるなそういうところはたくさんあるわけですしかし人たちが伝えた福音これが他のこの世の宗教この世の教えと全く異なっているところがあります それは福音、これは使徒たち、人間が考えたものではないということです。人間が考えていない、じゃあ誰が考えたのかというと、まことの神様です。神様が、作り主ている神様が、この約束をなしてくださった。イエス様が人間に対して与えてくださったものです。 私がまことの神である私が十字架であなた方の罪を全て背負って死ぬだからあなた方は罪が許されるんだ私を信じなさいそのように約束してくださったんですそしてその約束をイエス様ご自身がペテロたちそばにいたずっと一緒にいた弟子たち この人たちに直接教えてくださったそこがこの世の宗教の良い教えと全く違っているところですこの世の宗教は人間が考え出したものですしかし人たちが伝えた福音は作り主である神様が与えてくださったものですペテロたちユダヤ人にとって 本当に尊敬できる人物はこの時代たくさんいました立派なラビがたくさんいましたしかしそのようなラビたちとイエス様が全く異なっているのはイエス様が誠の神様であるというところですそしてペテルはイエス様が誠の神様であるということを体験したわけです聖なる山に登った時 その時ですねペテロヤコブヨハネこの3人を連れてイエス様は山に登られましたその時に神様の臨在がその山の頂上でね起こったわけですね頂上で山の上で神様の臨在がありその時弟子たちに眠っていたんですけれども気が付くと大変なことになっていたわけです、ね イエス様の姿が変わっていくんです、ね、光り輝く姿に変わっていましたそしてモーセとエリアが現れるもうこの時点でも信じられないことが起こっていますねそしてさらに天から御声が聞こえるわけです「これは私の愛する子」というその声をペテロは聞いたんです、ね ペテロは目の前でイエス様が人間ではない、普通の人間ではない姿、神様の栄光の姿、その姿に変わられたこと、そしてありえないような状況を体験し、そして神様の御声を直接聞いた、そしてその声がイエス様こそ愛する子である、まことの神様であると。 そのようにおっしゃったこと父なる神様はそうおっしゃったことをペテロははっきりと聞いたのだとそれゆえにペテロはイエス様は真ことの神様であるということを疑うことはなかったわけです固く信じたんですだからこそペテロはイエス様の約束イエス様の命令を 命がけで守りました福音を命がけで伝えましたそして自分がこの世を去ることになってもペテロが今までしてきたように今度は次の世代の信徒たちがキリストの再臨の時までイエス様に目を向けてイエス様に従ってそして イエス様を明かしするものになってほしいと願って、この御言葉を伝え続けたわけです。手紙という形をとって、おそらく書くの大変だったと思います。その中でも、当時の信徒たちまたその次の世代の信徒たちに、世界中の次の世代、次の世代の信徒たちに、 そして今の私たちにこの素晴らしい福音を伝えてくれたわけですイエス様こそ真の神様であり救い主であるそのことを知ったペテロはイエス様から与えられた使徒という権威を無駄にすることはありません自分のこの世での時間を精一杯用いて次の世代の弟子たちを励まし続けました 私たちも現代においてイエス様こそ主であるそのことを知らせていただいた貴重な存在ですペテロたちが命がけで伝えた福音が私たちにも届いたわけです私たちはペテロと同じように福音を次の世代に伝えるために 神様に選んでいただいたものだということを覚えましょう。ペテロはどんな時もイエス様から離れませんでした。教えを熱心に聞いて、そして失敗することはたくさんありましたけれども、それでも全力でイエス様に従い続けました。私たちもペテロのように 私たちのために命を捨ててくださったイエス様の御言葉をしっかりと聞いて従ってまいりましょう。私たちがいつもイエス様の約束を思い起こすことができるように、神様は使徒たちを通して、精霊様が書き残してくださった聖書を通して、私たちも信仰を奮い起こして、えー、歩んでいけるように、 こうしててて私を助けてくださっていますこのことをしっかりと覚えて、与えられた御言葉をしっかりと握って、この世の生涯を自分に与えられたこの大切な時間を精い生かし生かされて、神様の御心を伝えていきたい、御言葉を伝えていきたい、イエス・キリストを明かししていきたいと願います。お祈りいたします。 また私たちはさらに確かな預言者の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているとよいのです。天のお父様あなたの皆をあがめます。私たちは今本当に暗い世の中に置かれておりますけれどもその中にあっても 誠の光をあなたは与えてくださっています。あなたは使徒たちを選び、そしてこの素晴らしい約束の御言葉を現代の私たちにまで与えてくださいました。そして私たちに模範として、その人たちの働きをこうして残してくださいました。今、ペテロたちが イエス様から受けた命令をイエス様から受けた愛を決して忘れることなく忠実に従ったそしてそれに従って福音を述べ伝え約束の言葉をまた私たちキリストの弟子が何をすべきかをこうして伝えてくれました私たちも今こうして生かされている中で一人一人が神様の子供として イエス・キリストの弟子として何を出すべきなのかもう一度教えられ感謝いたしますこの世は私たちの失敗を取り上げて私たちをキリストの愛から引き離そうとしますが決してそのような偽りに騙されることなく神様の約束にしっかりと立ち神様の子供として光の子供としてこの世を歩ませてくださいそして日々御言葉にしっかりと立ち 忠実に従ってイエス様の二姿へと聖霊様が私たちを作り変えてくださいそして私たちを通してまだイエス様を知らない方々も尊い救いに預かることはできますようにお導きください今日の御言葉の恵みを感謝し尊いイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう じゃご一緒に賛美いたしましょう。聖歌五百二十番。四人は良きとももご一緒にお歌いし主を褒め伝たたえましょう。 献金をお下げてしましょう。<laughs> 賛美歌五百四十七番今探ろう歌いしながらお下げいたします。 します。天の父なる神様本日は <laughs> 敬愛する兄弟姉妹方とともに御堂に集い礼拝をお捧げすることができまして誠にありがとうございますただいま木下敦夫牧師を通しましてペテロの手紙より 多くのことを学ばせていただきまして、誠にありがとうございました。私自身がすでに高齢に達し、この世での時間を測るような年齢に達しております。この時にあたって、残された時間をどのようにあなたのために使っていくべきかを、 いろいろと思い巡らすことができまして、本当にありがとうございました。ペテロは直接、イエス様と接して、イエス様のすべてを学んで、それを必死になって、残る後に続く人々に伝えたとして、この手紙を書いたことを思い起こさせられました。それぞれ、一人一人、 与えられた賜物は異なりまた使命が異なっておりますが私自身が与えられた賜物を生かし使命を全うするために何をなすべきかを深く考えて残された大切な時間を生き続けたいと思いますそしてあなたのために少しでもお役に立てることが この世でこなえるかどうかこれからの生涯にかかっておりますので殺して一日一日を生きていきたいと願いますいろいろなことを考えるきっかけを起こうして備えられまして本当にありがとうございました ただいま、献金をお捧げいたしましたが、あなたからのたくさんの恵みのうちの一部をお返しいたしました。どうぞそれを清めて、あなたの御用のためにお使いください。また、下げられた兄弟姉妹一人一人の上に、あなたからの高なお恵みが与えられますように。 またこの場に集えない多くの兄弟姉妹だと思いますが、どうぞその場にありまして、年たちと同じ恵みを頂戴したいと願います。まだまだコロナウイルスの影響が全く収束のめどが立っておりません。しかしながら、本当に打つ手が限られておりまして、 ご手ご手に回っている感を否めませんどうぞ私たちのリーダーたちのためにどうぞ最善の決断がなされるように切に祈る主題ですどうぞあなたよりの守りを切にお願いいたしますこの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの皆を通して お前にお捧げいたしますアーメンではお立ちいただける方はお立ちいただきまして昭永父御子御霊のお歌いし祝祷をいたします 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。 お座りくださいでは以上をもちまして本日の礼拝を終了いたしますどうもありがとうございました